マリの海イニけ出やうぐ東、インドネシア国は第二次世界大戦後にオランダ領東、インドに作られた国。インドネシア独立戦争を戦う旧宗主国オランダの思惑により大統国として樹立されたが、後にインドネシアに合流した。日本軍がラインを占領した際、西部を陸軍、東部を海軍が占領して別々に軍勢を敷いていた。 日本の降伏後、連合軍が進駐して、西部を英印軍、東部をオーストラリア軍が引き続き占領した。海儡国家の樹立を目論むオランダは1946年7月16の25日、セレベス島にマリノ会議を招集し、東部の王ーらに忠誠を誓わせ、大東国の設立を提案した。12月7日から24日のデンパサール会議を経て、 24日大東国の成立を宣言。人口の多い西部占領地のジャワ島に対抗するため、西部だったバリ島も編入された。3日後の12月27日、スカワティラ・バリ人の要求で、東、インドネシア国と解消。バリ貴族で、インドネシア共和国よりのげでア軍、スカワティラの指導者により、ハーグ円卓会議で、インドネシア連邦共和国としての独立に道が、 開かれ、1950年8月17日、インドネシア共和国へ合流した。しかし最も、オランダ寄りだった南マルクでは、南マルク共和国の成立が宣言され、その後も、武力抵抗が続いた。ありがとうございます。